皆様おはようございます。ドミンです。今日はね、いわゆる朝飯前につぶやいております。今日はね、いろいろ明日の宣伝とか、明日明後日の宣伝とか、配信なんでね、どっちも配信あるので全国に集権を飛ばしたりとかいうのがあるので、今日は早めに動いております。金曜日のテーマ、食ということで、いろいろ考えてたんですけど、ハルツゲウオをテーマにね、お話したいと思いますけれども、まあ、脱線すると思いますけどね。ハルツゲウオね、北の方と南の方では違っておりまして、ちゃんとね、やっぱね、こういう喋るときはね、調べるんですよ。いい加減なこと言うとね、あいつはアホちゃうかと思われるので。あるいはね、間違ったものを信じられても困るんでしょう、やっぱね。で、北の方はニシンですね。一般的にはニシンっていうのかな。京都ではニシンって言いますけどね。発音とかイントネーションがやっぱ京都独特ですよね。おそらく大阪、それからこの兵庫県、兵庫県って言ってもね、たくさん国が集まっておりまして、田島、丹波の一部、摂津の一部、播磨、美作の一部、淡路と、たくさんの国がね、入っておりますので、言葉も全然違うんですけども、多分、その、摂津とか、播磨とも違う、イントネーションですね。ニシン、って言います。まあ、これもね、こんなんも、私、あれですよ、厨房に出入りすることがあって、その、もう、生粋の京都の人、京都の料理人ですね。そういう人の発音を元にしているので、一般的には京都の人は今、もっともっとマイルドですよ。そうそう、その厨房の人と、それから和三郎さんね。和三郎さんは上七軒のご出身なんで、で、しかも若くしてフランス渡られているので、やっぱりその、昔の古い京都の言葉、発音、そのまま残ってるんですよね。だからもう、コテコテなんですけど、そういうのもあると思います。で、まあ、ニシンと。で、南の方、こちらの方ですね、はメバルですね。確かにね、メバル、春になってくると、まあ、どちらもまあ、産卵のために接岸するということなんですね。で、メバル、タケノコメバルとか言いますね。タケノコの取れる時期のメバル。まあ、美味しいんですよね。で、こちらの方ではもちろんニシンは取れないので、メバル。で、メバルを特にね、ハルツゲウオというような習慣はこの辺にはないですかね。春を、やっぱり象徴するような魚はやっぱタイですかね、桜鯛ですかね。まあそのニシンですよ。ニシンで思い出すのはですね、まあ伊丹十三さんやったかな、そういう食のエッセイみたいなのを読むのが好きで、いろんな人のを読んだんですけども、ニシンですごい印象残ってるのがね、キッパードヘリングですね。これさっき調べたんですよ。私はニシンの酢漬けやと思ってたんですけど、そうじゃなくて、塩を打ってから、冷燻、燻製ですね。燻製にしてるみたいです。で、なんか見てたらですね、まあ、どこも一緒なんやなと思うんですけど、塩して、ちょっと干してですね、燻製にすると、まあ、目方が減るわけですよ。で、なんていうんですかね、昔のあの塩酒ね、酒めっちゃ塩してたじゃないですか。保存のためになんですけど、もちろん保存のためやから結構きつめに塩を打つと、まあ長持ちするわけですよね。で、本当にその舌が曲がるぐらいしょっからいやつを、まあ焼いたらこう塩の粒が浮くようなやつね、昔ありましたよね。で、それをお茶漬けにするとまあうまいんですけどね、これがね。だから今の、売ってる、スーパーで売ってる塩酒、だいたいみんな甘塩で、そんなもんで、お茶漬けしたら生臭いだけですけどね。昔のやつは本当に、そう見たら美味しかったんですけど、なんかね、私の東京の後輩が、それ用の、お茶漬け用の鮭を自分で塩漬けして、なんかそのこと書いてたような気がしたな。いや、実際そのぐらいせんと今、本当に、そんなしょっからい、鮭売ってないですからね。まあ、気持ちはわかるなと思いながら、私はそこまでせんけどね、そういう努力はしないですけど、その
なんかそんな書いてましたね。確か。違ったらごめんなさい。なんかそんなやつがおるということですけども。で、その、なぜ塩をね、しなくなったかというと、これはね、いろんな理由があると思います。まあ、流通が発達して、そんな塩辛いものを作らないでもよくなったというのもあると思いますけれども、最初の発想はですね、塩をやりすぎると目方が減ると。で、その切り身で打った場合ね、やっぱりその重量が減ると損なんですよね。だから重量がある方が、なんていうんですかね、ただ一匹の魚で、上がってくるその売り上げというのが大きいわけですよ。目方なんでね。塩鮭、塩きついからこれ、普通の鮭よりもその値段高いねってわけにいかないじゃないですか、やっぱりそれは。で、食べた時にうまいのはどっちか言ったら、それは塩が甘い方がうまいわけで、それだけ食べればね、お茶漬け以外のことやったらね。だからそうなるんですけど、イギリスでも同じようなことがあったらしくて、あ、キッパードヘリングというのはイギリスの食べ物ですね。で、あまり塩しないで、燻製とかもあまりしないで、そうすると色が薄いんですって。で、その着色するというようなことが行われたらしくて、それで、色付きのヘリングは今もあるらしいですね。ただもうずっと前からね、健康志向というか、そういう添加物はいかんということになってきて、そういう普通の色の、まあもちろん普通のやり方でやると、まあ薄茶色いような茶色いような綺麗な色ではないわけですよね。そういや昔タラコも全部、今でもありますよね、真っ赤でしたよね。あ、ウインナーもそうですよ、赤いウインナーしかなかったもんね。今の茶色い普通のやつもありますし、どっちもありますか。で、逆にその赤ウインナーがね、郷愁というか懐かしい食べ物として、そういう系の居酒屋にはあったりしますけど、赤ウインナーってわざわざ書いたりしてますけどね。まあどこも一緒なんだなと思いましたね。で、このキッパードヘリング、その伊丹さんの書物ではね、ハイティーっていうね、アフタヌーンティーとかハイティーとかモーニングティーとか、まあ一日にイギリスの人何杯紅茶飲むんだっていうことですけども、そのハイティーという習慣がありまして、あ、そうそう、その世界で最初に地下鉄走ったのもイギリスなんですよね。で、そのイギリスの地下鉄の座席でポットから紅茶出して飲んでる婦人というのを見ましたね。そういやね、すごいですね、それ全部持ってくるわけがね。すごいですよね。だから地下鉄だからそんな長い距離じゃないと思うけどね。あ、でも昔だから時間かかったのかな、意外と。まあまあその話はいいとして、その朝からねずっと飲みます紅茶をね。で、アフタヌーンティーご存知ですよね。よくあります。その後のズバリの名前の店もありますけども。これはまあ、午後の2時、3時、4時ぐらいかな。で、これはね、どうもそのオペラとかコンサートとか、だいたい夜になりますよね。で、それ終わってから食事をするみたいなんですよ、どうも。だとしたら、そんな時間までね、持たないじゃないですか。そのお腹空くじゃないですか。それで、まあ、ああいうスタイルになったみたいなんですよね。まあ、日本人的にあれは普通に食事ですよね。お茶何杯も飲むんで、スコーンがあって、サンドイッチがあって、ケーキがありますよね。普通にご飯です。あれ食ったらもう、ね、晩ご飯いいわみたいな感じですけどね。向こうの人はあれは一応強めのおやつみたいな感じですよね。夜ご飯まで、夜だから9時、10時になるわけですよね。だからそのぐらいまで持つように食べる。その時に使われるキュウリのサンドイッチ、キューカンバーサンドイッチ面白いですけどね。キュウリを、まあ、ちっちゃく切って、薄く切って、それをこう、ぎゅうぎゅうにしたやつね。一回だけそれをね、いただきました。私の行きつけの、というか、まあ、いつもお世話になってます。ジャズバー花屋で、
のご主人の食事のために作ったんやけど、なんかちょっと余ったんで食べるって言っていただきましたけどね、キュウリね、そのサンドイッチを1人前作るのにキュウリ5本使ったかな、なんかそんなんですよ。塩漬け、まあそれだけ入れるんですよね。なかなかへえと思いました。あの本場イギリス行ったことないので食べてないですけど、イギリスでは食べてたことないですけど、これがそのキュウカンバーサンドイッチかと思いましたけどね。そのまあアフタヌーンティーってあります。でその労働者階級の人、農民とかはもっと遅い時間、17時半ぐらい以降にハイティーという時間があって、それはやっぱサンドイッチとかあと肉料理とか魚料理も出ると、まあ事実上の晩ご飯ということらしいですね、どうもね。その時に出されるものとしてキッパードヘリングというのがあると。あとねジェリードイールあのうなぎ、なんかねテームズ川でね結構昔うなぎは取れたらしいんですよね。でそのうなぎをぶつ切りにして、で煮てちょっとゼラチン入れてゼリー溶接みたいにするというものらしいんですけど、まああのスタミナつきますよね、うなぎやからね。で労働者の人とかがそれを食べると言うんです。日本人にはね生臭くてね結構厳しいらしいですやっぱりその生臭いのをねなくすためにはかば焼きみたいなのができてるわけ、まあ、白焼きでもそんなでも日本の場合は生臭くないですよね。おそらくねあの開くのが難しいんですよきっと。日本人は器用だからあれ開きますけどね、普通はやっぱり外国人にあれはかなり厳しいんじゃないですか。でそんなめんどくさいことするんやったらもうぶつ切りにして煮ちゃえとかね。だから結局パイに入れるかシチューかそのゼリー寄せかぐらいしかないらしくて、あれを開くって、ね、まあその YouTube なんかでね、京都の金代さんとかでずっとその職人さんがもう隅イコスとこから始める、もうずっとその厨房動画ありますけどね。いやそらすごいです、これを毎日何十本もやってるんやと思ったらすごいですけどね。あ その時のねその動画金代さんでね見たら出てきますけど、 YouTube で検索したらね出てきますけども、私が一番ねいいなと思ったのはね、その備長炭のねこう音ですね。隅をこう独特の形に組んでいくんですけど、その時のね備長炭と備長炭が当たる音がね、もう何とも言えないもう絶えなる音なんですよ。ピンピンっていうのは、なんていうんですか、透明感のある張りのある何とも言えないいい音なんです。水琴窟の強い音みたいな感じなんですよいやあれはね、いや僕ね、あこんな音が出せたらいいなと思うような音の一つですね。いろんな理想とするような音ありますけど、あれは一つね、すごい印象に残るいい音ですね。何とも言えない絶えなる音というのはこういうものかっていう感じの音がするんですけども、本来そのね動画備長炭の音を聞かせる動画では全くないんですけど、独特の形でね空間を作りながらこう積み上げていくような独特な積み方があるんですけど、それやってる間の音がね良くてね、まあその動画自体本当にもうかば焼きできるまでやってるので、よかったら見てください。概要欄に貼っときましょうかね。本当に面白い動画ですけども、何の話をしてたんですか。あ、ニシンの話をしてたよね、そもそもね。そう、ほんで北海道留萌ではね黄金岬って私の曲にもありますけども、その群来、群来と書いて群来と読むらしいんですけども、まあ、産卵のためにやっぱり接岸してきて海を埋め尽くすぐらいねニシンがいて、でそのニシンの背中に反射した夕日がこう黄金の道が、まあサンロードとかね気象用語で言いますけれども、あれがね本当にニシンの背に光って、だからもっと普通のサンロードとかサンセットロードよりもすごいんでしょうね。それで黄金岬というんだと話を聞いて感動しましたけれども、
まあ、こっちの方でね、やっぱりニシンを食べる習慣というのはあんまりなくて、まあ、数の子はありますよ、お正月。うちの母とか大好きですけどね。だけど、まあ、ニシンの親、親を食べるのはもう本当に京都のニシンそばぐらいですね。あれも一回挑戦したんですよ。磨きニシンを買ってきて、戻すとこから行ったけど、あんまりうまくなかったな。それやったら、ね、パック詰めで売ってるやつ買った方がいいかなと思う感じでしたけども、春告げを、まあ今ね、本当に寒いです、今日。で、これからしばらくまだ寒いのかな。今シーズン最大級の寒波が来てるらしいので、皆様、どうかね、お風邪など、今、風邪ひいたらもう大変な騒ぎになりますからね。お風邪などお召しにならないようにお気をつけくださいね。昨日も言いましたけれども、予防には、まあ、食生活、睡眠、そして音楽ですよ。不安だという方はぜひ私の音をね、まあ、浴びるように聞いてですね、予防に努めてください。ということで、今日はなんか何の話したかわからん感じ、まあそのニシンとか春告げ用の話ね、もう来週もちょっとやってみたいと思います。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。